ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。好きなプロ雀士は土田幸四郎さんです。これは賛否両論なのでしょうね。ギワンブラ自己中心派麻雀行為戦やっていきたいと思います。なかなか連勝してますよ今ね。2位以上で、勝ち抜け。今回は大阪を攻めたいと思います。なんか派手な人が多いな。行くぞ。引き若丸チョンチョンクリスチーネ M 鮭トイナナ。あ、私出親。出親は初めてだな。さあ頑張らないとね。トーン1曲から飛ばしていきますよ。どうしよう。ポンの白のみでもね、ポンのみというか白のみでもいいんじゃない。789の3色が見えてきたって感じかい。つもぎりでいいんだよ。あ、吐くか。吐くポンしていく。いや、二泣きでいいんじゃない。二泣き。あー、つもぎり。イーマンドラだったんだ。見てなかったぞ。素人あるあるですね。あら、678になっちゃったね。あらららららつもぎり。なんでしょうね。つもぎり。悩みすぎ。なんか真ん中ばっか捨ててるこいつ。危ないね。3番目のやつね。じゃあ真ん中ばっか捨てるやん。おお、パッソー来た。いいね。これどうします。白2枚落としていくというね。暴挙に出ました。パーピンが出たら。おお、来たね。これ3式確定じゃないじゃん。9万欲しいな。9万残り2枚か。いや、9万来てほしい。サブローピンの前に9万。サブローピンが来たらピンクでロンできるんだよね。ああ、9万来たら3式なんだけどな。え、バグってる。なんか見えへんやん。おいおいおい、リーチの牌が見えないぞ。あ、積もった。バグってるやん。びっくりするわ。つもピンフですね。20歩。2016年ね、歩計算できるようになりたいんだよね。ちょっと本屋で一冊買っちゃったよ。なんか、得点計算がわかりますってやつね。電車の中で読んでるんですけどね。全然わからんわ。いや、積もりました。おお、トンとナンが統一。これいいね。どうしよう。ペイぐらいから捨てていくか。トンとナン出たらもうポンだよね。おお、これなんかいいんじゃない。ハツは捨てていくか。お、来た。これポンしましょうか。ポンポン。9を捨てていきましょうか。おお、ダブトンで。ダブトン一応テンパったのか。数層でね。これ3層か。ウソ来たらね、トイトイもつくしね。
あ、来ちゃったわ。ダブトンのみか。ダブトンのみ。安いけどね、レンチャンですよ。よーし、いいぞ。出親を、出親をね、意識した攻撃。おお、またとダブトン。しかも2メンツ揃ってる。すごいな。ダブトン出たらもうポンだよね。ペーからか。ペーからはきついな。ちょっとやめましょう。おー、来た、ダブトン。これでいいし。おー、ほほ、ペーが2個。どうだ、ウーマンマッチというよくわからない。白か、白待ちにする。それもな、なんか両面にしたいね。ポン来た、両面、これでいこうか。サブローマン待ち、リーチ。ダブトン、サブローマン、リーチ、ダブトン、サブローマン。これは上がれるんじゃない。考えてる考えてる。リーチすんの。全然来ないやん。ツモ、あ、2人、あ、ツモツモツモ言うてる。うわー、サブローマン同じやん。食い散らかされた、負けた。さあ、こっから本番ですよ。ほとんど点差ないもんね。いやー、1個マンガン手ぐらい上がりたかったな。パイパイが落ちたね。でも1メンツあるからね。ハク、ハツ、チュン、チュンがドラか。さっきからドラ見るの忘れてたね。あ、チュンドラ捨てた。すごいな。ポンしていこうか。安い手で上がっていこう。あ、早いな。うーわ、なんだそれ。トンとハツだけか。トン3曲一気に動いたな。ウエスタン野郎がね、調子乗ってますね。あ、789、間来たね。え、筋。まあ筋だけどね。いいの真似しようかな。筋、まあもうあと筋。通った。おお、789きた。これはどうなんだろうな。端っこ、何杯か。おお、真ん中きたね。これで老朽マン待ちか。リーチ行こうか。リーチ、老朽マン、リーチドライチか。あー、負けた、負けちゃった。リーチドライチか。あ、レンチャンか。しかもやるなぁ。チュンが、あ、チュン泣く、泣いちゃうか。いや、2泣きでいいか。ピン不定に行きますか。ピン不定。
2、3、4、5、6。ほんほん、2、3、4、5、6、7。こっち、はい、切っていくか。早いなぁ。3、4、5。こっちを切っていこう。あ、早いなぁ。一発か。一通り、ピンフリーチ一発、ワンガン。おぉ、一歩抜けたね。まだまだトンバわからんよ。目指せ2着だからね。まあ今2着だけど。まだまだいける。ここらで一回上がっておきたいな。本するやめとこっか。チュンは頭でいっか。この辺りを捨てる。パッソにしようか。パッソくんのかい。4000ホール用意しろって言ってるで。な、現物捨てとこ、怖いし。想像は大丈夫そうだな。切ってきた。筋。こいつ調子いいな。本一名本リーズも漫画。うわ、4000オール用意しなって。本当に4000オールやん。こいつもう1位確定だね。5万点目指せ2位だ。しかもプラスでないと多分負けに扱いになるんだよね。チュンのみで上がっとけばよかったか。じゃあもうポコンしよう。トンのみ。ドラのリャンピンが来ればまだ御の字みたいな。トンのみの流れですね、これは。トンのみか。どうしよう、これ。落ち着いていこうか。違ったなあ。つも早いね。おお、まあバー流れてよかったわ。引き若丸の連チャン止めてね。さあ、ラス親、ラス親というか私がラス親。何曲。おお、いいピンあんこ。すごいな、なんかすごいて。なんか気分がいい手だね。なんかな。おお、スーソーもあんこ。パスト出たか。キューピン。あ、何来た。ドラ1個来た。あら、まあスーソー444で456。これか。何来てほしいな、もう1枚。何来い。あー、444、567、456、78、2名。これローピン来た方がいいのかな、分からんけど。想像なんか来い。想像。あー、トン何来てくれよな。
あ、急走。おー、いいピン、すげえ。これ、缶しよう、缶。どうすんだろう、これ。缶って。2個缶できるというね。いいピン、缶。ドラは数層、あ、数ピン。もう1個缶する？もう1個缶しようかな。缶。3万。すごいなこれ。全然ドラ乗ってないやん。リーチしないとね、これは。これ勝負に出た。張ってもいい。あー、何捨てるの。くわー、これはリーチしたいな。あー、違うか。うわー、残り少ない。おー、来た、何来た。よーし、これでどうしよう。パッソーと何のなんで待ちか。もう行くか、リーチ。裏ドラ狙い。何、あと1枚あるでしょ。パッソーはもうないのか。パッソーも1枚あるのか。え、壁って何。はっはっは、ローン来たで。これ裏、裏来い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 、裏ドラ来い。来たー、裏ドラ来たー。何が裏ドラか。オッケー、リーチ一発ドラ4、ハネマン、インパチ直撃、トップ 笑いが止まらねーでも自分からドラを作ってね、ドラマージャンですからね、これは実力のうちですよ。うん、来たねこれ。これは自敗整理して普通に打つか、このハイパイ。これトップ一気にまくったね。これ大阪を制することができるかもよ。まあまあ、あとは安い手で誰か上がってほしいな。ドラは、親はちょっと親かぶりのリスクの方がね。こっからはディフェンス力が問われるよね。ディフェンス。あ、来た。6789。ヤンピンぐらい来ておくか。あー、これなんか残しときたい感じかな。ウーマン目いっぱい行かなくていいんだけどね、ディフェンス重視するんだったら。あ、8899。チーピン来たらいいペーコーか。難しいなこれ。いや、もういら、いらないでよ、捨てよ。なぜウーマンにこだわるというバランスですね。ピンズマンズソーズのバランスを取る派ですね。なんかね、なんとなくマンズ来るんじゃないかと。来ないね。来ないな。555678。これでチーピンでテンパイなんだけどな。チーピン来なさそうやな。リーチするか。でもね、ゲームだから本当の麻雀だとリーチしないかも。チーピン来る気がしないな。流局もしくはロンされそうな気がするんだよね。お、スーピンが通ったからチーピン出しやすくなったぞ。いや、怖っ。数ピン、数ピン出したらチーピン。え、あ、流玉
よかったよかった、もう一回ボヤだね。よしこ、長い試合になってきたな。よし行くぞ、手なりで打ちますか。手なり、これチートイツか。チートイツっぽい手だな。捨て牌に困るねこれ。ス4トイツだもんね今ね。あともう一個トイツ来てくれたらな、考える。おお、これは4トイツ。あー、トイトイに行くのはちょっとね、泣かない方がいいな。いやー、これは選択難しいな。チートイツやめよう。分かりづらくて分かりません。リャンピンなぁ、タイヤも欲しかったんだけどな。そうはうまくいかないから考えてる。いいシャンテンかな。おお、2つあんこ、スーチャッソで単野を確定ですね。リーチせずに行こうかな。スーチャッソ、スーチャッソ、パーピン来たら3アンコだからリーチしないという。出ちゃったよ、もう3アンコなくなった。あー、もう残り少ないからリーチもやめましょうか。あー、ダメか、終わり。テンパーイ、あ、向こうもチャッソか。よしよし、もう一回連チャン。終わらないよこれ。お、2、3、4、5、5、形がいいね。ローソーがドラ、どんな感じかなこれ。おお、ドラ来たね。8と9しか来ないやん。8万9万。何してんのこれ。この辺り削っていこうかな。チャッソが2枚来るっていうのはちょっと難しいもんね。2、3、4、5、5、6、6。9ピン切っとくか。3層ね、噛み合いませんね。ローン安いのでいいんじゃない。おーおー、なんか食い合ってくれてラッキー、なんかいい感じだよ。さあ、あと3曲どうやって耐えるか。1メンツある。ドラありで
おお、真ん中入るか、すごいな。自敗整理だな。おお、すげえ揃ってる。もう3つできたやん。無駄積もなしですよ今んとこ。おお、無駄積もなし。しかもリーチですね、サブローピン待ち。サブローピンどうなんだろうな、3ピンも出てるしな。他にでも手代わりなんかリーチするか、楽だし。サブローピン、みんなもちもちで、すごいね、無駄積もなしだったね。こんなことあるんだ、奇跡の積もでしたね。安牌、なんかこのゲームのコンピューター珍しく降りてくれるのがね、リーチする意味があるんだよね。なんか実戦に近い、さすがスーパーファミコンなんじゃない。ちょっと実戦に近い感じなんだよね。おお、また安くで回してくれてありがたいね。さあ何3曲、ここをしのげばだいぶね、いいかもね。何3曲、39,000、勝てるぞこれは。あ、これポンしましょうか、早く終わらせる。この曲は自分で行くか、うん、よし、チーしよう。あー、キューピン、おお、いいね、ポン。何でもいいのよ、もう何のみで。スピードスピード、おーしおしおしおし、おほほー、噛み合うね自分。これリャンリャンマン短期待ち、恥ずかしいこれ。エビスヨシカスさん以来の短期待ちという、どうなんだこれ。すまん、やんそう、うん、第一印象から、あー、リャンソーかぶってる。第一印象から決めてました、リャンマンでいくか。あ、3万惜しい。あの人マンズ全然捨てないね。9層どうだ、9層なんか良さそうな気、1枚切れてるけどな。あの人層数切りまくってる、なんか星マークの女の人いるからね。9層に変えよう。どうだあの人、あー、端っこ理論で9層来ないかな。あー、ダメか。でもテンパったから、もう一回か。上がりきれなかったね、リスクを負っていったんだけど。これ普通に打つか、自敗整理から。あー、これは厳しいな。でもね、この手はこれはチーしようか、ちゃんた系に持っていこうか。むちゃくちゃだね。この手からちゃんた系に持っていくという、6456捨てに行くというね。なんか端っこだったらリーチされた時にね、チーリーチされた時になんか安全かなっていう。でも泣いたら一緒だけどねこれ。どうしようかな。前のなんか西部劇の人がね、
相性がいいからね、私と。どんどん端っこ捨ててくれるやん。ほら、すごいね。全く私のことを無視してるよな。うまっ。あ、ツモした。どう？安い！ありがとう。さあ、ラスト。これをしのげば勝ち。タンヤ、クイタンもありなんだよね。私ね、プライベートで麻雀するとき、クイタンなしなんだよね。だから、クイタンはあまりしないっす。本来、勝負的にはクイタン狙って、泣いたりね、早上がりを狙うっていうのも、ありなんですけどね。私はなしでいきますよ。4000オール用意しとけって？マジか、これ、やばいな。現物捨てましょうか。ディーフェンス、ディーフェンス。あらま、1、2、3、2、6、7。あ、リーチできるね、これ。リーチしようか。リャンソー、あいつの筋ですもんね。これ勝てそうな気がする、リャンソー。あいつの筋。おお、来たー、詰まったー。いや、今日は気持ちいい。だいぶあのドラ4が効きましたね。間2回のドラ4、あれで勝負が決まりましたね。今日やったねー。これは綺麗な勝ち方ですよ。今回あなた大阪の制覇に成功しました。おめでとう。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと今回長い半ちゃんでしたけどね、見てくださってありがとうございます。次回は中国地方かな、で四国九州とね、連勝街道を突き進んでいきたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。